運営さんが 3D できるの飽きって言ってたけど、野瀬さん聞いてどう？え、3D 何しようかなってなる。まあ、うちの 3D はマジで何すんのってはなるけどね。でも、やるんだったら、その歌って踊ってとかの路線ではなく、バラエティ系とかに出たい。すーちゃんとローションズもやってほしい。いいよ。いいけど、マジで怪我しそう。大丈夫かな？ああいうのってさ、だって普段から体幹とか鍛えられてないと勝負にならなそうじゃね？お互いさ、すぐ転ぶだろ。踏ん張る筋肉とか多分ないで。危なそうだよね。頭とか打ちそうだもん、受け身取れなくて。普通に骨折れそう。頭ガーンって打つの見えるもん、ちょっと。多分先に動いた方が負ける。押すところまでいけない。接触までいけない。立ち上がることすらできないかもしれん。ローション相撲、怪我とかしても自己責任って署名書いたって聞いた。マジでやめます。すいません。面白いなって思ったけど、本当に怪我をする可能性がある。危ない。そこまで書かなきゃいけない。そこまで書かないとできないってことはもう危ないよ。 マジで危ないよ。本当に怪我し、うちもね、本当に怪我しそうだなって思う、自分が。動いてなさすぎて、踏ん張ったりとか、体幹とかも多分死んでるから、立ち上がった瞬間、立ち上がろうとした瞬間、こけて、筋痛めるとかなりそうだもん。何？気配斬りって。あ、目隠ししてみたいなやつ？あれか。あ、それぐらいだったらできそう。イライラするかもしんないけど、切られたら痛いってなって。圧かけてくか。対戦相手全員後輩にするか。篠宮とやろう。いいな。篠宮とやるんだったらいいわ。篠宮とチャンバラやろうかな。篠宮チャンバラやろうぜ、つって。分かってるな。3D パワハラ。この前さ、アンレでやった時さ、うちがさ、これあげるよって言って、ツナちゃんにスペクター渡したんだけどさ、うちがクラシック押し付けたって勘違いしててさ、うちのイメージどうなってんねんってなったわ。ツナちゃんは新人だからこれあげるよっつってスペクター渡したら、うちがクラシック押し付けたんだと思ってて、ツナちゃんが。あれ。 うちのイメージもろ出たなってなった。嫌な先輩だと思われてんだと思って、新人いびりする先輩だと思われてんだと思って。うちでも後輩いびりすんの割と篠宮、最近は篠宮ばっかなとこあるけどな。他は優しいよ、結構。篠宮なんか 篠宮反応おもろいから。だるいって言われる、普通に。